こんにちは、竹です。今日はですね、昨日の動画に引き続いて、これ復刻バージョンの16、19セットと、あと前回発売した、1日2日ぐらいの、200セットの、18、21のセット、こちらを、例えば1週間ぐらいキャンプ行くことはあんまないと思うんですけど、まあ、結構大容量の荷物を持って、キャンプに行くとか旅行に行くとかって時の、組み合わせ、この2つを使った組み合わせをちょっと紹介していきます。ということで、まずは、僕のいつもの使い方は、まずこの一番でっかいやつに、テントとか寝袋、マットとかを腰に入れます。まずで、この21、18セットのでっかい方、これですね。それに、服とかそういうのを入れます、ね、で、その他の残ったちっちゃい方、この2つに、まあ、キャンプだったら、バーナーとかランタンとか、あとは皿とかそういうのを入れて、あと、まあ、キャンプじゃなかった時は携帯の充電器だったり、小物だね、あ、なんかあのヒゲ剃りだったりとか、まあ、そういう小物、アメニティ、アメニティアメニティを入れる2人しますね。で、今日はそれを、まあ、組み合わせて、まあ、まあ、今回ちょっと僕のバイクで、どうやってバイクに乗せるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。じゃあまずは一番大きいこのテントとか寝袋、マットを入れた、今回復刻のビッグサイズのダブルバッグを、CC バーに取り付けていきます。で、ポイントとしては、昨日も、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、こうまとめてって CC バーに、まあ、僕はいつも一周させます。一周させてから取り付けて、まあ、これでちょっと安定性が持たれたので、あとそのままで。で、次この、18、21セットのでっかい方、これをこうですね、フロントフォーク、フロントフォークというか、もうヘッドライトの上ですね。フロントフォークが長い人だったらこことかにも行けるんですけど、短い場合だと、なんですか、下がった時にタイヤに当たっちゃうんで、僕は上です。で、これ上を、またこれも最後くるった後にここで一回巻きつけといてからつける、はい、で、こういうバンドで、付け方はまずここにこいつをこの三つ股のとこに引っ掛けて、こう持ってってからヘッドライトの下をちょっと通して、で、この時にアクセルワイヤーとかこういうヘッドライトのこういうのですね、こういうの結構引っ掛けちゃうんで気をつけながら。で、上に持ってって、やべ足りねえってなった時は、足らんやんってなった時、足らんやんってなった時あると思うんで、まあ、こういうちっちゃい短いやつを足してもらって、で、これも下からくぐらして、で、グッと持ってってもらって、最終的にさっきのゴールの近くの、まあ、この場合だったらこれかな、こいつと組み合わせてもらえれば OK で、 OK で、あとちっちゃいやつをつけていくんですけど、この一番ちっちゃいやつは僕はここに縛らずにつけちゃいます。ここも一周させて
て、でこいつを、例えばこの一番でっかいやつのこのアームっていうのかな、抱き合わせてつけまして、で最後はこの長いやつで、縛っていくと、でこいつはまとめて縛る。はい、できました。でこいつはくくらなくてもよほど、大丈夫なんで、僕の場合はくくってないです。心配な人はあとこの上にネットしたりとかそういうので貸してってもらえれば、快適なバイクライフが楽しめると思います。締めどうしよう。じゃないよ。はい、ということでですね、まあ、この2つのセットを組み合わせた、積載の仕方はこんな感じなんで、これからガンガンキャンプとか旅行とか川とか海とかに、一緒に持ってって、いい感じに味をつけてください。今日配信してますけど、もう今日まで予約受け付けてますので、皆様からの予約お待ちしてます。それでは、ごいっす。